皆さん、お待たせいたしました。皆様こんにちは。この時間になりましてね、上空から雨の方もやみまして、本当に素晴らしいステージを、作ることができました。皆さん本当に感謝いたします。ありがとうございます。本日はですね、コッパチェントロジャポーネ、このですね、車の一大イベントでございます。この名古屋市をですね、中心といたしましたこの車のイベント、こちらにまずはですね、皆さんこんなにたくさんお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。さて、今映像をご覧いただけましたでしょうか。世界最高峰のラリーの競技、日本ラウンドとなります FIA 世界ラリー選手権フォーラム8ラリージャパン2023がいよいよですね、この11月16日から19日の4日間、昨年に引き続きまして今年も愛知そして岐阜の両県を舞台に開催されることになります。つい今皆さんにですね、大型ビジョンでご覧をいただきましたのは、10月1日からすでに公開をされていますこのフォーラム8ラリージャパン2023のテレビ CM でございまして、もういろいろと皆さんもですね、この東海地方の各局のテレビ、あるいはですね、インターネットなどでこの映像はご覧いただいているのではないでしょうか。すっかりですね、ラリージャパン熱も高まってきた、そんな感じがいたします。さて本日はですね、こちらのステージにおきまして、このフォーラム8ラリージャパン2023、1ヶ月前カウントダウンイベントと題しまして、海外のラリーの大会のその映像を皆様にもご披露させていただきましてね、そして海外ラリーのこの素晴らしさそして迫力、これを楽しんでいただいたり、あるいはですね、このステージにおきましてゲストの皆様もお迎えしてラリーの魅力が伝わるトークステージなどをいろいろと行っていきたいと思います。どうぞお時間許します限り最後までお付き合いをいただければと思います。そして大事なことを言うのを一つ忘れておりましたよ。なんと今日はですね、ここから少し離れた場所になりますけれども、名古屋城のそばにございます名城公園、この名城公園でなんとプロのラリードライバーによります迫力のデモ走行を行う予定でございます。ぜひですね、こちらの方はなかなか名古屋市内ではこんな迫力のある本物のラリーカーの走行というのは見るチャンスほとんどない、そんなチャンスですので、ぜひたくさんの皆さんに見ていただきたいなと思っております。さてですね、本日は楽しみながらラリージャパンに関して皆様にもいろいろとね、知識を、たくさん、ゲットしていただこうということで、このステージ進めてまいりますが、申し遅れましたが、私本日の司会進行を務めさせていただきます。ラリージャパンの時にはですね、豊田市そして岡崎市で実況を、そして今回はこの私住んでおります地元の名古屋市でこういった PR イベントできるのを大変喜ばしく思っております。実況アナウンサーをしておりますピエール北川がステージ MC をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。嬉しいな、地元で拍手いただける感激です。さて早速なんですが、ここでですね、早速ゲストをお招きしてのしばらく時間と参りましょう。ラリージャパン2023実行委員会の太田会長に本日はこの会場にお越しいただいておりますので、たくさんお話しさせていただきたいと思います。どうぞ皆さん大きな拍手をお願いいたします。ラリージャパン太田会長です。皆さんこんにちは。勝田選手が出てくると思ったでしょごめんなさいね。ラリージャパン、2023実行委員会の会長の太田と申します。豊田市の市長もやってます。いよいよほぼほぼ1ヶ月後にラリージャパンが開催されます。今回のラリージャパンは、主催者の中で豊田市も主催者に名乗りを上げています。自治体が主催者に加わるってちょっとないんですけれども、その分責任が重いというところをぜひお汲み取りいただき、どんどん来てください。ちなみにチケットを手に入れてるって方はどのくらい見えるんでしょう。ありがとうございます。まだまだですね。あれ？あの車の向こうにチケット売り場があるような。聞いたところではネットで買うと手数料が上乗せになるんです。あそこで買うとどうもそのまま買えちゃうって話は。もう一つは早い者勝ちですけれども、勝田選手とお父さんの勝田紀彦選手の色紙がどうも置いてあるらしいですよ。早い者勝ちなんで、今日よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。ユーモア溢れる最初のご挨拶ありがとうございました。
さあということでですね、太田会長にまずはご登場いただきましたけれども、フォーラム8ラリージャパン2023に向けてですね、今日は盛り上がってまいりたいと思います。太田会長よろしくお願いいたします。さあそれではですね、今少し、太田会長からもお話がありましたけれども、本日は、フォーラム8ラリージャパンの開催を盛り上げていくために、なんと、地元長久手市出身でございます、トヨタガズーレーシングの若きホープとして現在世界中で、大活躍中、なんと先週は南米のチリでラリーをやったばっかりで、日本に急遽やってきてくれました大活躍中のラリードライバー勝田貴元選手にお越しいただいております。それでは皆さん大きな拍手でお迎えください。どうぞ Please welcome 貴元勝田。お忙しい中ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはちょっと皆様に少し声の方を聞かせていただく、そんなご挨拶お願いできますか。はい、皆さん、ラリードライバーの勝田貴元です。天候が不安定ですけど、そんな中集まっていただきありがとうございます。先ほどもご紹介があったように、本当にここ、名古屋市長久手市出身なんですけど、地元での開催なので、僕自身も本当に楽しみにしてますし、少しでも多くの方に見に来ていただけるように頑張っていく、僕も、活躍して盛り上げていこうと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今南米のチリでラリーをやったばっかりで、すぐね、地球の裏側からこの名古屋に来ていただいて。そうですね、普段フィンランドに住んでるので、フィンランドから、ヨーロッパから南米に行って、南米から日本に戻ってきてほぼ一周で、この後また明日から、フィンランドに帰るんですけど、それでようやく一周できるような形になってるんでまさに世界一周の間にここに PR にわざわざ来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。さあ今日はせっかくの機会ですから、勝田選手にもいろいろとね、お話も聞いていきたいと思いますけれども、まだいろいろとですね、初めましての方もいらっしゃるかと思います。あ、そうじゃなくて熱烈なファンの方もいらっしゃって嬉しいですが、ちょっと私の方から簡単にプロフィールをね、ご紹介させてください。勝田選手は先ほどお話にありました地元愛知県、そして長久手市の出身でいらっしゃいます。現在はですね、世界ラリー選手権 WRC のトップカテゴリーの参戦をしている唯一の日本人ドライバーでいらっしゃいます。そんな勝田選手なんですが、昨年12年ぶりにここ日本で、そしてここ愛知でですね、開催されました WRC 日本ラウンドラリージャパン2022におきまして、トップクラスの GR ヤリスラリー1ハイブリッドを借りまして、なんと見事表彰台3位を獲得されました。ちょっと拍手よろしくお願いします。ありがとうございます。感動のあれはね、本当にフィニッシュだったと、今でも鮮明に記憶している方多いんじゃないかと思います。ということで今年もですね、ラリージャパン2023には、トヨタガズーレーシングワールドラリーチームの1位として、1人として、このまた日本に帰ってくるということになるわけですね。簡単な説明で申し訳ないんですけれども、今シーズンも全世界もありとあらゆる、行動で、そしてこの車の世界一を決める、そしてドライバーの世界一を決める、そんなラリーに参戦をしているわけなんですけれども、ここまでどうですか。なかなか思ったように言ってる部分と言ってない部分はあると思いますけれども、感じとしては。そうですね、今シーズンはやはり昨年以上に速さを求めて、リスクを負って走っていたので、もちろんアクシデントだったりミスもありましたけど、そんな中、なかなかうまくいかないシーズンが前半戦続いて、で中盤戦、ラリーフィンランド、ヨーロッパの、超高速ラリーと言われるラリーで、地元でもあるんですけど、そこで無事、自身では初ですね、初ヨーロッパでの表彰台も獲得できましたし、まだまだ、詰め切れるところはたくさんあると思うので、ラリージャパンは、さらに昨年以上の結果を求めて頑張りたいと思います。楽しみですね、太田会長、昨年以上というようなね、話もありましたんで、ぜひね、勝田選手にはもうこのトヨタ、そして岐阜、大いに駆け抜けていただきたいですね。そうですよね、それは皆さんに期待してますよね。もちろんやっぱりみんな一緒にやって応援しましょうよ、みんなでね。さあそしてですね、その大活躍を、我々としても期待をしたい、いろいろな、道の数々というのはね、去年も愛知の道、岐阜の道走っていただきましたけども、今年はなんかですね、太田会長がちょっとさっきからね、ちょっといろいろと発表したいんだよなっていうような顔をずっとされてる、そんなね、ちょっと隠し玉があるらしいんですけども、太田会長、ちょっとここでご披露いただいてもよろしいでしょうか。全然喋らせてくれないでしょ。トヨタスタジアムへ行かれたことある方。トヨタスタジアム、あるじゃないですか。ありがとうございます。だってトヨタスタジアムってね、サッカーの、そうですよね、グランパス8もそうですし、ラグビーだって昨日の夜はラグビーワールドカップのアルゼンチン戦のパブリックビューイング、そうですか、芝生が
小雨に打たれて、うん、本当に綺麗でした。ああ、そうですか、はい、その綺麗な芝生を剥がします、はい、思い切った発言です。剥がします。剥がして舗装します。舗装します。そこをラリーのラリーができるようにします。はい、2台同時に走行して、はい、タイムを競うというそういうスーパー SS のコースにします。トヨタスタジアムをなんとラリーカーを走るコースにしてしまうという今日初めてお見せします。おお、これちょっと待ってくださいよ、勝田選手、これ見るのは初です。選手として初めて見る。やるかもっていう噂は聞いてました。はい、でも、これを見るのは初めてなんで、ちょっとこんな感じなんだってびっくりですね。いや、というか僕もなんかグリーンの芝生っていう話がありましたけど、そこにコースがこんな風にできるんだったら初めて見ましたけど、これが隠し玉ですか。はい、私も初めて。そうですよね。そうですよね。コース設定ってなかなかこう難しくって、はい、だからギリギリまでこれ調整してました。でもしかしたらこれも最終的にどうかなるかもしれませんが、どちらにしても今はここは芝生、一面の芝生ですけれども、はい、11月16日から4日間、翌週の土日もトヨタガズーレーシングラリーチャレンジでも使いますので、お2週間にかかってお楽しみいただきます。もうじゃあちょっとあれですね、ラリーウィークどころかもうラリーマンスみたいな感じで、そんな感じですね。11月がもうトヨタスタジアムはモータースポーツの聖地みたいになっちゃうんですね、はい、すごいですやること半端ないなと思います。勝田選手ね、はい、トヨタスタジアムがこうやってラリーコースになるっていうのはもちろん驚いたですけど、はい、他の国にもこういうスタジアム形式っていうかスーパーSSっていうのはあるんですか。まあ、経験したステージで言えば、はい、ギリシャの、まあ昨年ですね、はい、WRC のギリシャの大会で、ステージ1が、うん、オリンピックスタジアムだったかな。あ、ギリシャといえばオリンピック、はい、その時のスタジアムをもう完全に舗装して、でステージにしていたっていうのがあったので、はい、まあ、同じようなアイデアで、まあ、非常にその時も、はい、多くのお客さんでもういっぱいで、うん、まあ、ドライバーとしても圧巻だったんですよ、はい、やっぱりそういったところで走れるのは僕たちもすごく嬉しいですし、今もこれちょっとね、はい、まあ、あくまでもイラストというか、まあ、プレゼンテーション用のこういう今図ですけど、これスタンド満員になって例えば日の丸が揺れてるようなところで走れると思ったらめちゃくちゃ興奮しますね。いや、なかなかない経験だと思うんで、はい、すごい楽しみです本当に。これ太田さん、一応金曜日、まあ、木曜日がセレモニアルというかスタートがあって、でいきなりもうスタートのその日が最初のスーパー SS というふうに聞いてます。木金土この3日間スーパー SS で使います。今言っていただいた通り、はい、木曜日はセレモニアルスタートをやって、はい、その直後にスーパー SS で使いますので、はい、あ、面白いと思いますよ今まで見たことないものがそこで見られますからね。日曜日はスーパー SS では使いませんけれども、はい、全日本ラリーで活躍して見えるような方たちが来て走りますんで、結構日曜日も面白いと思います。だ、日頃だからサッカーとかラグビーをご覧になっている方も、新しいスポーツのモータースポーツを初めてこのトヨタスタジアムでいつも慣れた席から、何が一番あれですかね、ラリーのこの走った時にどんな迫力が伝わるってちょっと想像できそうですか、勝田選手。やっぱりラリーって公道舞台にした競技でもあるので、はい、うん、基本的には1台ずつのタイムアタックなんですよ。1台ずつがタイムを計測するんですね、はい、でやっぱり観客の皆さんも、はい、見に行く時にやっぱ一瞬しか見れないとか、見れても5秒ぐらいだったりとか、はい、っていうのが、まあ、ラリーの基本的な観戦した時の、まあ、パターンなんですけど、うん、こういう風にスーパースペシャルでかつ2台同時に走ると、うん、2台で、そうですね、そうですね、2台同時で走るんで、どっちが速かったかがもう目で見て分かるんですよね、かっこいい、フィニッシュする時に、はい、でね、2人のドライビングの違いもそうですし、ええ、まあ、ラリードライバーってみんな本当にドライビングスタイルが全然違うので、個性があるんだ、個性がすごいあるので、はい、そういったところも見れると思うので、はい、よりまだ見たことないよって方も迫力も感じれて、全体が見渡されて本当に楽しめるステージじゃないかなと、うん、思います。これでも太田さん、これスタンドがねいっぱいになって、ラリードライバー今すごい興奮してこう走ってくれたりするとめちゃくちゃ盛り上がりそうですね。これね、そうじゃないですね、盛り上がりますね。盛り上がりそうじゃなくて盛り上がりますね、はいはい、言い切っていただきましたけど、はい、今ちょうどさっきね、チケットも売ってますっていうお話を太田さん されましたけど、やっぱり見どころとしては、そうすると、まあ、その2台同時で走るっていうのは普通のラリーでは見られない
特別な SS、ね、まあ、ラリーによっては同じようにスーパースペシャルとして構成しているところもあるんですけど、うん、はい、ターマックのラリーでは基本的にないので、ターマックの車両でいわゆる舗装してあるラリーコースでは、はい、ラリーでスーパースペシャルをやるっていうのは、うん、多分今シーズンはもちろん初ですし、今までも数えあるのかないのかっていう感じですね、うん、まあ、それぐらい、まあ、レアな、構成になってると思うので、じゃあ世界中で今シーズンはここだけだ、はい、トヨタで。なんかちょっと無茶やりますよね。いや、そんな今から弱気にならないでくださいよ、師匠。まあでもね、今見てもこれだけたくさんの皆さんが、例えばいろんな席から多分見られますけど、はい、全部が見渡せるって、やっぱりトヨタスタジアムで見るならではのやっぱりこう、ホスピタリティですよね。全体の絵を映してもらえると、はい、ちょっとじゃあスライド戻っていただいて全体を映し出す、はい。ただ結局はトヨタスタジアムはすり鉢状になってますんで、どこのコ、いや直線コース、メインバックって言ってますが、はい、どちらも目の前を走りますんで、でしかもこちらの方は角っこで、はい、このカーブカーブカーブのこのハンドリングの面白さが見えますので、そうですね。どこでも値段はちょっと違うんですけれども、はい、楽しみ方は実は。どこの席でも楽しめると思います。そうですか、はい、そしてやっぱりね、モータースポーツといえば音の迫力ってやっぱ僕はね外せないと思うんですけど、勝田さん、ラリー1の迫力もすごいじゃないですか。音はもうこれがやっぱり何ですかね、もう映像で見てる聞こえてくる音と、はいはい、やっぱり実際に見てこう響きのように伝ってくる音、あれはもう生で見ないと分かんないと思うので、しかもそれがねスタジアムのこのせり立つ、はい、こういった競技場の、まあ、観客席の皆さんのスタジアムからすると反響したりとかして、はい、また違った曲が方するんじゃないですかね。いいです ね、 ですね。しかもね、ちょっとすみません、僕一つ気になったことを私を聞いていいですか。なんか山みたいな白いちょっとコース上にちょっとなんかこうなんですかね、スロープみたいに見えるんですけど、これあそこジャンプして客席まで行っちゃう。いや飛躍しすぎです。飛躍しすぎ、客席は行かないですよ。あそこは交差するんですね、だから。あ、立体交差になってる。そうです、はい、ちょっとドライバーから想像するとその立体交差ってジャンプしちゃいそうです、ね、そうなんですよね。ジャンプする可能性はあると思います。わお、スピードにもよると思うんで、はい、なんとも言えないですけど、まあ、そこで要するに2台同時に走って、うん、で交差するんですね、あそこで。あ、なるほど。下をくぐる車両と、はい、上を飛んでいく車両と、うんうんうん、でその後に、まあ、同じ違うレーンに行って、もう一周走ってっていう感じだと思うんで、はい、いやこれ楽しみですね。ね、ちょっとなんかいつもより余計にジャンプとかしないでくださいね、気をつけてね。さっきの話、はい、飛んじゃいけないところに飛んじゃいけないんで、はい、そうですね、飛距離はちょっと考えながら、その辺はうまく冷静にやっていただきたいですが、でもジャンプもね見られるかもしれないということで、はい、太田さんやってしまいましたね、すごいことを。トヨタスタジアム、すいませんまあでもね、サッカーファンの皆さんにもラグビーファンの皆さんにも、日頃ねトヨタにいつもスタジアムにそういったアスリートを応援に来てる皆さんにも、ぜひこの機会にモータースポーツを応援に来ていただいて。あ、そうそう、ありがとうございます、はい、グランパスファンの皆さんには申し訳ませんでした。最後の2試合ができなくなってしまいました。で長良川に行きました。申し訳ありません、はい、ここにはグランパスファンの皆さん、ファンの皆さんがいらっしゃると思いますが、はい、隠れファンですねということで、今回はちょっとお許しいただいて、でもその部分、世界戦のすごいものが見られるということで、でね、はい、はい、お許しをいただきたいと思います。まあ本当にですね、今回初お披露目ということになりました、このフォーラム8ラリージャパン2023トヨタスタジアムスーパー SS、コースをご紹介いただいたので、勝田さん、はい、SS ベストという。そうですね、ねえ、3回走るんですよね、はい、3日間ありますから、はいはい、だから、その日その日でですね、1位のこの SS のトップのことを SS ベストというふうに我々言うんですけど、はい、狙っていただきたいと思いますが、皆さん応援していただけますか、はい、頑張ります。SS ベスト、勝田選手が取れるように、はい、ありがとうございます。はい、さあということで、まあ、このね、いろんな迫力がちょっと伝わったかなというところで、今回先ほどからイミシンにこのセンターにですね、ちょっとこうベールに包まれたものがあるんですが、太田さん、こちらもちょっとせっかくなんでこの機会ご紹介いただけますか。こちらの優勝カップです。優勝カップ、はい、あんまり大きな湧きませんね。昨年もラリージャパンを行った時に優勝された、まあ、チームに贈られたカップっていうのがありましたけど、ね、今年も今年で新たに作られたということですか。そうです、そうです、はい、
じゃあせっかくですから、この今回はですね、この会場でこちらも初お披露目ということで、フォーラム8ラリージャパン2023のトロフィーが届きましたので、今日はメディアの皆さんもいっぱいいらっしゃってますので、ここでじゃあ除幕式を行いたいと思いますので、じゃあ皆さん、カメラそしてビデオの方ご用意いただいて、そして太田会長にゆっくりと、あ、一緒にいいんですか、僕もう受け取る前提です。優勝トロフィーを受け取っていた、そんな感じでいいですよね、皆さんね、勝田選手に受け取ってもらうの、怒られちゃう。はい、じゃあ除幕式でございます。ではアンベールどうぞお願いします。おー、大きい。さあ、除幕していただきましたこちらのトロフィーでございますが、こちらがフォーラム8ラリージャパン2023の、優勝トロフィーということで、こちら今お披露目させていただきました。太田さん、これは地元の陶器 で、ね、あるわけですよね。はい、はい、具体的な社名は申し上げませんけども、ね、あ、そうですか、地元です。はい、N のところのですかね。はい、ということで皆さん地元で大体わかるなっていうところだと思いますけど、有名なところでございますけども、でも笠さん、去年もこの陶器のカップ手にされたじゃないですか、はい、3位の、はい、いかがでしたか、あの重みというのは。やっぱり、まあ、もちろん個人としてホームの、まあ、地元ですし、はい、日本でこういった、まあ、トロフィーを受け取れたのは本当に嬉しかったですし、はい、ドライバーとしてはやっぱトロフィーってすごく重要で、やっぱやりきった中で自分の順位がついて、その後に受け取るトロフィーってものすごく、まあ、その後もやっぱりずっとメモリアルとして取ってますし、はい、そのラリージャパントロフィーがこういった形で日本の文化が入ってて、はい、すごくやっぱ僕もやっぱ絶対欲しいなと思いますし、はい、他のドライバーも間違いなく欲しいと思うんで、いや、そっか、やっぱドライバーの気持ちとしては、はい、こういった、まあ、その国の文化が入ってる、うん、スペシャルなものっていうのは本当に特別な感じがあって。そうなんだ、はい、じゃああれですね、3は取りましたから今年は2か1で。そうですよね、はい、ぜひ、ね、勝田選手には、はいはい、用意しておきますので、はい、しっかりとゲットしていただければなというふうに思います。さあ、ということでですね、この時間なんですけれども、太田会長に、こちらの方来ていただきましてね、この今トヨタスタジアムスーパー SS のプレゼンテーションと、そしてこちらの除幕、これをですねお願いをいたしましたトロフィーでございました。なお、このトロフィーなんですけれども、本日はですねラリージャパンの、こちら PR のですねブースがございますので、後ほどですねご用意ができ次第、そちらに展示をさせていただきますので、皆さんこの機会にぜひですね、ご覧をいただきたいなというふうに思います。さあ、そして太田会長、もう一つ今日は皆様にご報告したいことがあるというふうに伺っております。はい、はい、もう一つあるんです。あるんです。普通スポンサーは、はい、一業種一社というのが暗黙の前提のような感じなんですね。はい、で、自動車メーカーはもちろんトヨタ自動車さんが、はい、メインスポンサーなんですけれども、今回ヒョンデさんがゴールドスポンサーになっていただいて、あ、そうなんですね。はい、連携取ってやりましょうというように、そんな動きもしています。ラリーがこう、ラリーから生まれる国際平和のような、うん、国際友好のような、そういう方向も、環境と国際、そういう方向を目指してますので、そのあたりも目立ちませんけれども、またご覧いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで本日ですね、ここでゴールドパートナーといたしまして、ヒョンデが参加をしてくださるということで、ご紹介を太田会長の方からしていただきました。ありがとうございました。ではですね、この時間で、まずは一旦、太田会長と勝田選手には、再登場いただくということで、ご講談をいただきたいと思います。どうぞ皆さん、大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。後ほどもよろしくお願いいたします。